はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル天空サクシャルですね、やっていきたいと思います。で、デッキの方なんですけれども、まあ、自分はね、これが精一杯のデッキですね。今回野手で来ています。まずはマトモザー君と風投げも入れてます。この2人でね、得意練習が4種類になるので、これで 50% つきます。とあとマネージャーキャラを4人入れて 40%で 90% で、トータル的にはこれで140ちょっとだったかなになってます。で、ツイッターのね、上位勢の人たちを見てみると、やっぱりね、特攻でね180以上にはなってるんで、まあ、自分はもうちょっと到底かなわないですね。特攻3のね、彼女キャラを誰一人持ってないんで、それを入れられないっていうところがちょっと辛いですね。なので、助っ人には PSR プラゴのね、特攻3エミリちゃんをお借りしてます。結構探すの苦労しました。あと特攻さんのココロちゃんなんですけど、ココロちゃんってね、怪我率ダウンの、ハートを放出するので、ちょっとね、経験点には、結びつかないかなというところで、お借りするときは、ミュウちゃんかエミリちゃんでいこうかなというところです。で、まあ、ただこれだとね、友沢くんと、コンノちゃんとエミリが後入れなんですけども、結構重いよね。告白2回を両方ともね、経験点の関係から取っていきたいんですけれども、友沢くんもね、通常の友沢と比べて1つイベントが増えてるんで、まあ、全部完走できるかっていうのがちょっとわからないですね。ちなみに PSR の、プラゴエミリちゃん、まあ、そもそもエミリちゃんをね、サクチャレで使うの初めてなんで、まあ、どうなるかなといったところですね。で、レンちゃんはもちろん振っていきますというところです。まあ、これでやっていきましょう。もうしょうがない、これでやっていくしかない。まずは友沢くん、パワーヒッター欲しいね。まあ、最初のね、2周はあんまりやることがないといえばやることがないんで、まあ、こういうところでパワーヒッターがあればもちろん試合でもホームランを打ちやすくなるんで。風投げくんはね、まあ、そもそも SR35 っていうところが微妙なのと、まあ、野手もね、やっぱり勝負師ね、あの確定ではあるんですけど1でしかくれないんですよ。それがやっぱり重いですよね。あと風投げくん自体はそのチャンスコツを持ってないんで、まあ、運がいいと金徳の時にね、チャンスコツ1で手に入るんですけども、まあ、それでもやっぱりね、チャンスコツ1だとさすがにきついんで、まあ、もしね、風投げを使うっていうのであればチャンスコツをね、持ってる人を入れないと経験点がかなり厳しくなるかなというところですね。ここで3人来ててもね、別に今やっても全然経験点にならないからね。発掘をしていきましょう。で、発掘に関してはね、やっぱりね、経験点キャラをね、自分でどん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 発掘していくのがいいと思うんですよ。例えばせっちゃんなんてね、確かあれだよね、経験点になるハートを放出しないよね、あの子。だからせっちゃんとか、まあバンプのミサちゃんですよね。ミサちゃんもね、怪我率ダウンを放出するんで、ちょっとね、ここら辺を発掘されるとトータル経験点に響いてくるので、まあ、発掘自体はね、自分でどん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 進めていいと思います。で、なるべく早めにね、もうエンジェルを揃えて、できれば合宿前に最低でも10人、まあ、できれば12人全員揃えたいですね。とあと特攻キャラ2のね、サイリさんもね、持ってるっちゃ持ってるんですけど、そうするとどうしてもね、エンジェルが1人減っちゃうんで、それも厳しいですよね。まあ、確かにさ、レベル3から始まるって言ってもさ、経験点大したことないからね、レベル3まで上げるのが。友沢、東雲くんもいるから最悪やってくれるか、どうすっかな。かといってコツはそんなにいらないしね。虹たり雷風投げか、ここにな、1人誰かレンちゃんとかがいたら絶対やったんだけどな。どうしようかな、1回やっとくか。2人行ってくれればいいんだけど。いけ、虹谷、よし、次は雷だ。お、騎馬妹いいね。よし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 。エミリーちゃんは最初でやる気が上がるのか。いや、前回のね、ガチャでね、もうほぼ何にも出なかったからね、もう爆死だよね、爆死。あれがちょっときつかったよね。で、あとその、なんだっけ、プレイステーションストアの方だっけ、バナーで、なんかあれが出てるんだよね。
バレンタイン小高ちゃんの画像が出てるんで、まあ、次はバレンタイン小高ちゃんは来るのと、あとね、白洲高校のね選手も練習試合で戦った時に、なんていうんですかね、そのモブキャラじゃなくてちゃんとマグロくんとかね、イベキャラ化されてたんで、まあそろそろ白洲も来るんじゃないかなというところが今噂されてますと。で、騎馬妹は勧誘したから、黒金に行こう。ゆかり様とマネちゃんは発掘しておきましょう。お、プラス来た。これでかいね。本当にね、勝手に1人追加してくれるのはね、でかいよ。まあ、もし本気でやろうとするんだったらね、エンジェル全員集める前にこの勝手に1人勧誘してくれるイベントが起きなかったら、もうリセットするっていうのもね、ありかもしれないですね。まあ、招き猫とお守りがいっぱい余ってれば、これでもう7人か。あとは2人いけるね。ちょっと練習を見よう。一応方針的には2人派遣できて、かつ彼女キャラの評価が上げられれば一番良かったんだけど、どうしようかな。東雲と矢部くんか。矢部はね、たまに下げてくるからね、下げてくるんだけど、たまに好感度爆上げしてくるときあるからね、60くらい上がるときあるから。どうしようかな。また黒中に行こう。ここら辺の高校ってみんな近いね。まあでも地区予選とか同じ地区だからね、まあ、全部が同じ地区かって言われたらちょっと分かんないけど、虹谷雷か。んー、まあこれはちょっとやるか。頼む、行ってくれ虹谷。うわ、虹谷は行かなかったか。これ順番決まってるからね。ビビちゃん、まあ評価はねあんまり気にしなくていいんだけど、今野ちゃんと東雲か。どうしようかな。発掘が今どういう感じだ。今野5か。まずはそうだね、ちょっと騎馬妹と小筆ちゃんあたりを安定させておくか。もう発掘しよう。発掘っていうか好感度上げてこう。ケットも歩けばボールに当たる。これはね、成功と失敗があるんだよね。成功するとね、めちゃくちゃ経験点もらえるんだけど、まあでもね、やっぱりね、最大値を攻めるんだったらこれはさすろう。そう、会話だけだと分かんない。どう？おお、いいね。すごいよねこれ、本当にありがたい。これはありがたい。じゃあちょっとエンジェルの評価を上げていきますか。まずは彼女キャラ系ですね。で、今野ちゃんはねイベント数が多いんで割と評価が勝手に上がっていくんですよね。もうレンちゃんも上げちゃおう。あとはそうですね、サイリさん1回上げときますか。で、練習を見て、いいね、これはやろう。ここにしよう。だからね、相良ちゃんのね評価がちょっときついんだよね、上げるのが。まず虹谷行って、よし、騎馬妹ゲットして、よし、東雲も行ったね。ちなみにね、俺東雲もね持ってないんでね、本当は欲しいんですよね。東雲はね本当にコツがいいですよね。あとアイコンタクトのね確定っていうのもでかい。タックはねちょっと弱めではあるんですけど、まあそれはしょうがないよね。で、ここはもう経験点を狙っていきましょう。で、世話焼きマネージャーも相良さんの評価を合わせていきましょう。まあ、チームメイト評価はね一回下がってもまた後で上がるし。コツ、これは虹谷とかがいればな、やったんだけどな。友沢か。はさほど重要じゃないからね、経験点にさなればいいんだけど、確実に経験点になるっていう保証もないからね。小筆あたりをちょっと上げとくか。で、相良さんの告白が来たんで、とりあえず
クリスマスは大丈夫ですね。あとはね、後指の人たちがどれだけイベントを消化してくれるか。もう最悪ね、友沢とかね、2回目で失敗してもいいような気がするんだよね。別に金徳の数とかはね関係ないんで、友沢のコツだけだからちょっとやめておこう。エミリーちゃん評価はまあ乗ってるか、やべか。ただちょっともうここも評価上げとこう。マネちゃんの評価であと多分1回ずついけば上がってる3人は大丈夫でしょう。ここはこれだな、体力の上限値を上げて少しでも練習できるように。相良さんと矢部くん、雷、ここは評価系だね。2人か、監督の評価もね、本当にちょっと1回上げとくか。虹谷と東雲くん突撃してもらおう、突ってもらおう。木村ちゃんがいたんで木村ちゃんあげて、今野ちゃんまだそうか、1回上がってないのか。岩妹も無理だね、ひかりちゃんあげとくか。サイジさんもあげられんね。よし、じゃあここで2人いってくれ。これは虹谷東雲の順ですね。虹谷東雲監督、東雲くんか。よし、マネちゃんゲットで、監督の評価もゲット。エミリーちゃんのマッサージ、これは俺はやめておくでいいよね。で、風薙の金徳ですね、これは2回あります。で、まあ上だとささやき破りのコツで、下だと積極打法。経験点は確か変わんなかったと思います。経験点のね種類は変わったかもしれないんだけど、取れる経験点は確か変わんなかったような気がするので、エミリーちゃんと風薙3人いるのか。そろそろ放出も気にしながらっていうのもあるけどな。でも虹谷と篠の目2人行ってくれたな、めちゃくちゃでかいからね。ちょっとこれは行こう、ここでかける、いけ虹谷、頼むぞ。よし、まずは虹谷、ビビちゃん30、篠の目 OK で、国でも OK。 よしよしよし、じゃあここら辺からちょっとエンジェルのハートとかを気にしながらやっていきましょう。前入れ系が進んでいくね。レンちゃんもね、なるべく告白は遅めに来てもらいたいんで、でもレンちゃん強化上げられるか、虹谷しのろめがいるんで、うまくいけばビビちゃんが勧誘できるね。小筆をとりあえずマックスにしておいて、こんなもんか。あれ、ビビちゃんって、あ、ゆかり様もまだだったか。ってことは確実にここだね、ゆかり様まだか。そうかそうか、うん、しののめか。20しか分からない、しののめくん、もうちょっと頑張ってくれ。ボールじゃないと口説く力がないのか。ちょっと待ってね、これ分かんない、どれが経験点入るんだ。通常のやつだよね。人数制限、チームメイト評価が下がるのか。そんなんいいよね別に、チームメイト評価とか。よし、人数制限しよう。もうチームメイトのやつなんて知ったこっちゃない。お、いいね経験点めちゃくれるわ。エミリーちゃん、だいたいね、ミュウちゃん借りてたんですよね。まあ、今回はねちょっと動画に撮るということで、 PSR のねプラゴを探し出せるまでねちょっと粘りました。で、勝負師ですね。で、ランダムで
チャンスのコツが1で手に入るんですけど、勝負者はもう確実に1でしかくれないんで、これですね。直取りしようとすると無理だ。マジで無理。3人、あー朝から3、虹谷、雷、友沢の評価も上げられる。エンジェルフラッシュはかけられないんで、まあ、まだ11月だし、ちょっとエンジェル集め、牙、筋力が足りない。よし、筋力を稼ごう。序盤はうまくいってるね。やっぱりね、木村ちゃんをねゲットできたのがでかいね。よし、ビビちゃん OK。 篠の目はいかない。今野ちゃん回復してくれる、ありがたい。今野ちゃんと虹谷、エミリー、雷、やべ、どうする。このハートがなんだか分かんないからね。こっちでしょ。突撃しろ雷よ。誰も突撃しない。ドキドキ。うーん、これはねやっぱりね経験点取りたいよね。まあ、相良さんがね彼女になってるんで、ここでまず60手に入るからね。金婚観婚なりすぎだな。これは成功すると打球伸びが手に入りますね。あ、4人いる。ビビちゃんとか全然あげてないからね。足りる？足りるね。よし、とりあえずこれでマックスになった。全員マックスで、ゆかり様ももう一回派遣すれば絶対大丈夫なんで、経験点狙いでいきましょう。一応全部見る。ここだね。そりゃ風薙がいる。カザナギもね35だとね本当にタンクの経験点が少ないんで、もうプラス3はマストですね。40で使わないとちょっとあれだな、厳しいな。16% とか怪しいからね。こことかマジやりて。やろう。よし、乗った乗った乗った。これで雷が行ってくれれば、けほほ、技術214。よし、これでゆかり様も OK。 あれ OK じゃねえ。雷ふざけんなよ。でこれはねショートが合ってると思う。これでね守備職人のコツが1で手に入るんで、経験点も確か下の方が良かった気がするけど、12月の3週だからね。東雲くん、ここはただ相良さんの評価が上げられるのか、ハート的にはどっちがいいかな。監督もいるしね、友沢の評価も上げられつつ2人派遣できる可能性があるけど悩むね。監督92か、大丈夫だと思うんだよね。相良さんの評価だな。ちょっと井戸端が起こる前にね、みんなマックスにしておきたいんだよね、評価は。これでもう絶対大丈夫でしょう。まったく体力回復か、クリスマス前だからね。クリスマスもね人によってはなんか微妙に経験点くんない人とかいたりするからね。騎馬妹はねいっぱい経験点くれるんですよね。で基本はこの形なんですね。40 40 40 40。でそれになんかちょっとアレンジが加わるみたいな。あとバレンタインね、バレンタインは結構ばらけるんですよね、経験点的に。めっちゃくれるキャラとこう微妙なキャラ、もうせっちゃんとかね回復しかしてくんないんで、これはまあここでいきますか。あれも全員あげたよねさっき。すぐ忘れる。最近さ、ほんとさ、腕に今やってるホラーゲームの印をつけられたんじゃないかっていうくらいね、なんか思い出せないんですよね、名前がこう出てこない。うん、どうしようかなこれ。まあ協力はしておくか。またエミリーちゃんも彼女も
イベント来てないからね、告白で。しかもエミリーちゃんは2回目でやるんで大丈夫かな。ガトイビが不安になってきたな。中吉、オッケーオッケーオッケー、まあいいでしょう。今野ちゃんと風薙、まあ6、18、6ですからね、タッグで、単独タッグで3人いるか。3人、ここはただねハートが多いね。あ、そうそうそう、全然関係ないけど、ハートのね放出のこのなんていうの、速さが変わりましたよね。ちょっとアップデートみたいなのされてだいぶ快適になったと思います。最初なんか遅っって思ったもんポッ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 ポーみたいなさ、ハートの放出の仕方だったけど、今かなりスムーズになりましたよね。ここも3人か。あー、今野ちゃんか。どうしようかな、ハートの回収を優先させるか放出させるか。いや、ここは結構でかいな。回復もできるからね。ただまだ1回もエンジェルフラッシュが起きてないよね、これだけの人数いながら。で、レンちゃん体力はあるので野菜にしよう。タックよりはっていうのはあるけどやるのないね。え、どうする、回収するか、ちょっと放出しつつ回収するか。揃わないなあ。ちょっと待って待って待って、技術が溢れるぞこれ。ミートを上げていこう。あと守備職人も取っておこう。割とね技術が余るんですよね。で、筋力がね足りなくなるっていう。よし、レンちゃんも通常イベントを2回消化して告白イベントに持ってけたんで、まだ告白されてないけどお、技術が。シークレーンしとく。あとは守備職人取っておきましょう。3人、んー、どうしようかな。レンちゃんか、相良さんはまあまああるね。レンちゃんにしとこう。まだレンちゃんは追加で怒ってくれるんで。怒んなかったけど。よし、これで今野ちゃんの告白を受けて、告白を受けてっていうか俺が告白したパターンだけど、回収しようかな。3人かで、技術は結構回収できるね。これはここにしておくか。よしよしよし、野沢くんの2回目。野手の時はね、本当に2回目の成功失敗があって、3回目も成功失敗の判定があるからね。相良さんってどれだけ経験点くれるんだ。正直あんまり回復はしなくていいから経験点が欲しいよ。どうだ、筋力40、お、60くれる、いいねいいね。あ、ここはちょっと回収しておくか。3人か。でもいや3人だけどな、このハートがね回復になったり評価になったり怪我になったりっていうのがあるから、そうなると微妙なんだよな。よし、全部技術が溢れるぞマジで技術がね溢れるんでね、あのパワーアピールできました。エンジェルフラッシュが起きないね。じゃあバラバラ好きだよ、バラバラ好き。じゃあどうしようかな。まあここでいくか。ちょっとその前に技術を吐いておこう。そのためにねちょっと打球の尾をね1でね掴んでおいたんですよ。まあ直取りはねちょっと厳しいからね、やっぱりどうしても
やっぱりね、膨張型がいるとね、結構経験点回収しやすいよね。膨張型の筋力を放出してくれる人が欲しいんだけど。で、合宿はね、こういうイベントでどん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 体力が回復できるんで、あんまり体力の減りは気にしなくても大丈夫ですね。3人か、3人はわりかしあるんだけどな。やっぱりね、エンジェルフラッシュを何回起こせるかっていうのもね、肝だからね。天空に関しては3人か、まあ回収しつつ、そこでね、ハートとかが出てくると、経験点に、ね、なってくれるハートがやっぱり重要なんで、これは避難しておこう。監督の評価ももう全然大丈夫なんで、無理に上げていく必要はないですね。一応タックが来てる誰もいない、2人3人。ここは回収が良さそうだけど、エンジェルフラッシュが来てないからね、放出をちょっと優先させておくか。さて、佐伯さんですね。佐伯さんマジね、欲しいよね。まあサクスペの方はまだ当分先だと思うけど、アプリの方でね、佐伯さん出てるんですけど、もうマジね、ほんとぶっ壊れっすよ。マジで強い、こいつは。特に PSR のプラゴとかね、異常だから。ちょっと揃えていくか。E くらいに揃えていきますか。よし、まあ、コンピューターがね、勝手に進めてくれるんで、この高校は別に勝っても負けてもそこまで大きな差はないんでね。波動とかだとね、負けると監督の評価下がるからね。メカニクスとかだとね、なんだっけ、メカニクスポイントみたいなのになるから、ここはちょっと体力減らしたくないね。やる気が減っちゃうけど上にしよう。体力があり余ってれば体力を減らして下の選択肢でもよかったけど、これ微妙だよね、イベント的に。あー、いる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 。レンちゃんの評価も上げられる。これは行きましょうレンちゃんがすげえ落っことしてくれた。体力が厳しいね。ラブパワーにはなってくれたけどさ。あー、これはちょっと隠しよう友沢ありがたい。そしてレンちゃんの告白が来た。すまんねえ、俺はもう付き合ってる人がいるんだよ。ダメー、ここでね、経験点もかなりくれるんで。どうしようかね。わからん。もう、こうなってくると本当わかんねえんだよな。こっちかこっち。ここは？こっちでいいや。相良さんがいるし。ラブパワー中だからね、追加イベントが起こって回復してくれればめちゃでかい。どうだ？よし、起きた。でレンちゃんがいるからね、ラブパワー継続率も高いんで、これはここ回収しとく。ハートになったね。まあ、ただ体力が回復できるんでいいでしょう。やっぱ技術は、技術があふれる。ダンパーが切れてしまった早かったな。
虹谷も大変だね。学校の女の子と遊びに行ったり偵察しに行ったり、まあそれだけ女の子への執着がすごいということか。ちょっと待って、ミート A にしとこう。パワーもね、なんだかんだで欲しいからね。 D くらいまでいける。あとはまたエンジェルフラッシュがなければ回収だな。どうすっかな、2人か。レンちゃんをねちょっと1回マックスに上げときたいんだよね。レンちゃんはね1回マックスまで上げちゃえば井戸端が来たあともうほっといても大丈夫なんで、それがね本当にレンちゃんはねこの手のイベントは強いと思いますよ。まあ、特攻1っていうところがねやっぱりパーセンテージ的には辛いけど、リカバリーが楽本当に。あ、来た。言ってるところで来たよ。ちょっとマックスになったのかどうか分かんないからな。あー、ここは相良さんいけるね。ちょっと他も見ておく、見るだけ見ておく。まあ、ただ6股をねするとね全員のリカバリーがマジ無理なんで、あれエミリーちゃんってそういえばさまだ告白来てないよね。もう4月の3週だぞ。あ、これいいねいいね、すげえいいね、マジでいいとこに来たよ。あとはエミリーちゃんちょっと怖いから、告白イベントが来たら1回目で告白を受けよう。これどれがいい、肩、どっちがいい。友沢のコツもあるからな。タワーヒッターは一応潰しておこう。技術あるからアベレージヒッターも潰しちゃうか。アベヒとパワーヒ両方潰しとこう。よし、これで経験点にできるね。全部を合わせれば結構回収できたと思う。エミーの骨格4月4週か、なんか怖い。あと何が残ってる。友沢は2回終わってあれがまだ来てないのか。まともざは特殊イベント、特殊イベントっていうのがどうかしんないけど、いや骨格しよう。どう、おイエス。まあいいや、よし、これでエミもだいぶ大丈夫だね。あ、来たっけ友沢。なんか分かんなくなっちゃった。ここすげえな。あと金徳はね別に最悪回収できなかったとしても全く問題ないんで、経験点でいきましょう。経験点でもうサクチャレはねひたすら経験点なんで何にもない。もうエミ大丈夫だね。あ、4人来た。ていうか告白断ってっていうか2回目にしといてもよかったね。でレンちゃんは、星4あれば大丈夫なんでもうほっといていいでしょ。だいぶうまくいってるな、監督の評価とか。何なんだろうねこれ。これだけ見ると気持ち悪いよね。思いのこもったハートを受け取った、監督の評価が上がったって。どう考えても監督おっさんだからね。どうしようかな、お疲れ様でいくか。いいやつ、一応6月目いっぱい練習したいんで体力は気を使っていこう。ね、回収できるとこ、ここは回収できるね。どうしようかな、回収だな。ちょっとで5月の4週あたりね、もう一回ちょっとねエンジェルフラッシュが起きてくれないと全体的なハート量がどうなんだろうな。来た。で6月うまく回収していきたい。1週間じゃなくて1ヶ月かけてタックはちょっと掘っておいて、そうだね、精神で回復しつつ残り3回全練習でいこう。
割とハマってる今のところ。うん、こういうのもしょうがないよね。風の引くかやっぱりちょっとね、どうしてもねタックの経験点がね低めになっちゃうんだけど、これはもう6月の2週だからね、回収メインで行った方がいいと思うんだよね。パワーはとりあえずいい、なんとなく揃っていくか。だいたいねこの能力の上がり具合で経験点がうまくいってるかどうかっていうのもなんとなくわかるんだよね。で7月に入ったらまあ本当はねリカバリー用のデートに費やすつもりだったけど、まあ、そんなにっていう感じだからな。一応エンジェルフラッシュ打てんのか。まあそれなりに回収できるからやっとくか。あ、レンちゃんがめっちゃハート落としたな。これちょっと肩で最後かけるか。まあ、あのハートが何に化けるかはわからないけど、うお体力減らされたマジか、これ厳しいぞこの体力量はちょっと厳しいぞ。 24% か、攻めるしかないよね。よし、まあまあまあ、もう7月に入ったら、あ、体力回復したかで、ここでやる気が上がってくれるんで、タックが来てるか。友沢だったら練習してもよかったけどな。ちょっと風薙くんね、やっぱりね35だと打撃レベル3の練習でこれだからね、ちょっと弱いよねやっぱり。どうしようかな。まあ肩と守備も上げて、基礎能力重視でいこう。基礎能力重視で、でパワーヒッターとかをね取ってあるんで、でそうするとデートは経験点だね。あ、こんのちゃん忘れてたごめんこんのちゃん、存在そのものを忘れてたよ。ちょっとこんのちゃんのデートで行こう。これはもうやーべえマジで忘れてた、ま、天空はねさすがにピッチャー虹谷、キャッチャー雷なんで、あとは自分が点を取ればなんとかねなる高校ではあるんで、さほど心配はないですね。まあ取られるときはそれは取られるんだけどさ。お待たせいたしました。いやーマジで今野ちゃん忘れてたよ。4回デートってどこまで持ってける。あと甲子園で何回今野ちゃんと練習できるかだよね。もう甲子園に行っちゃうと追加の評価アップがないんで、6点7、8、9点か9点っていうかホームラン打てなかったし、まあもういいんだけど。試合でね打ちやすいっていうのはあるよね。基礎能力がね高くなるんで、天空はここにいたらやる今野ちゃんが、いやこれはもうデートよ。まあ、最悪カナデートでもいいからね、評価だから。どっか評価が上がらないデートとかあんのかな。ちょっとそこまで把握してないからな今野ちゃん。よし、とにかく評価、ちょっと経験点が低いのはしょうがない、一応見とくまあレンはね、もうレンは大丈夫これで。もうほんとだからレンちゃん優秀よ。これでレンもさマックスまで上げないといけないって言ったらかなり無理があるけど、もうレンをほっといて大丈夫なんで。あ、これ待って待って待って、ちゃんと調べよう。彼女キャラちょっと待ってくださいね。評価重視でいこう、評価重視で。デートの3回目、上が精神40、体力はもう回復しなくていいし、コツも別に気にしなくていいから、
あ、全部一緒じゃねえかよ。今野ちゃんの評価プラス5と体力プラス30っていうのは一緒だね。経験点も、まあ、精神か技術か技術か、あとコツだね。一番下でチャンスコツが手に入るってことは一番下でいいや。じゃあ変わらんのか。これやると評価がいっぱい上がりそうな気はするんだけどな。そうでもなかったわ。暁大付属はねやっぱ若干強いんで気をつけなきゃいけない気がするんだけど、チャンス1、チャンス1でもこれだからね、無理だ。取れんわ。基本的に今野ちゃんとのデートは毎回基本値がプラス5だね。評価が上がっていくのがで最後が割と上がるんだけど、最後まで持ってけないからね。あと一ノ瀬がねどうしても変化球キャラなんで若干打ちづらさはありますよね。フォークがないのがねいいんだけど、あと俺の中ではねシンカーもねうまくいけばね打ちやすいんですよね。うまくいけばっていうのも変だけど、スライダーとシュートはね本当に打ちやすい。お、天空リードで迎えた。イカリ君に勝った。ノーアウトランナー。フォークとかマジやだ。だ下がやっぱり一番打ちづらいね。下が一番打ちづらくて、次カーブで、次シンカーで、でシュートスライダーっていう。ちょっと待って。食らいつくので精一杯だな。もうフォークばっかじゃねえか。全部下だよ。よしよしよし、さすが虹谷は抑えてくれるよ。あとは甲子園で今野ちゃんがどれだけ出てくれるか。なんかさ、カラデートでさ評価がいっぱい上がるやつが来てもよかったと思うんだけど、この際チャンスは最大で3回だっけ。また7上がるね。これがね半端にね5とかね6とかになってくると最大になったっていうのが分かるんだけど、まあ、かといってね最大まで持ってかなくてもある程度いけばエピログ経験点はマックスでくれるっちゃくれるんだけど、数えてないからね。やっぱりね各個人のねエピローグ経験点マックスでもらうために評価をねこうメモりながらやっていくっていうのがね、まあ一番いいんでしょうけど、まあ面倒は面倒だからね。これだけ女の子管理しないといけないんで。同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁。打った、これは強烈、入ればキャッチャー、はい。でレンに至ってはちょっと数値的なものはよくわかんないからね。あ、ちょっとスライダーがずれたか。これでもう1本やっぱり打っとかないと経験点に響くんで。天空リードで迎える4番に変わってる。今日2本のホームラン、会心の当たり、ピッチャー会心。よし、オッケーオッケーオッケー。今野ちゃん最後は今野ちゃんに振り回されるな。今野ちゃんどこ、ここにいてくれたらめちゃ嬉しかったけど、これはもうマジ今野ちゃん優先。まだ7上がるか。まだ7上がるか。最後練習できるかな。ちょっともう一回能力を確認してミートエスにしとくか。パワーヒッターがあるっていうのがねやっぱでかいよね。間違えた。チャンスメイク取っとこう。こんなもんかね。打開か。無得点の時とかあんまないんじゃないけどね。一応持っとく。せっかくエミリーちゃん成功したし。いやでももしかしたら今回更新はできるかもしれないですね。経験点自体確か今まで8100とかだった気がする。9000とかね乗りたいんだけど。ちょっと待って。虹谷くんがホームランで打たれたのか。これは打開が発動してる。打開って言ってもさ1点取っただけじゃ打開にならないと思うんだけど。あー詰まったよ。
で迎える4回です。ノーアウトランナー1塁、よし、とりあえず同点、よし、1点取った。6回の裏、天空攻撃に入ります。この回のトップバッターは山根、スプリットがね、スリア君はね、やっぱりスプリット持ってるんで、苦手な人はね、苦手だと思います。第3球を投げた、まあ、俺はそこまで苦手意識ないんだけど、まあ、結局スプリットとスライダーしか球種がないんで、次が5球目、5球目、あー際どいとこだね、四球のくせに。投げました、これはいい当たりだ、いった、うおー、点が、点の取り合いだ。ワンアウトランナー2塁という場面で山根、今日3打点を挙げています。落ち着こう、ボールだね。よく見ました、カウントは2ボールノーストライクです。投げました。アプリの方はね、今あの大東くんっていう人がいるんで、ピッチャーで先発でね、大東くん、あ、振ればよかった、しまった、あぶねーで、大東くんはね、変化球キャラでカーブ系とね、シンカー系のね、2種類しか持ってないんで、本当に打ちづらいですね。で、コンノちゃんどっかな、いるかな、そもそもいねえわ。スカウトさん評価上げとこうじゃん。コンノちゃんどうかな、コンノちゃんって福井部全部こなした ?3 回くらいあったよね、全部で。でも福井部でさ、これだけ評価が上がっても足りないっていうのはなかなか厳しいものがあるよね。デートでね、評価が上げられないからね。天空は一応 S 以上までは上げられるけど、臨床がちょっと足りてないのか。精神も余ってるっちゃ余ってる。チャンスは取っておくか、打ちやすくなるからね。やっぱりね、足りなくなるのは筋力、臨床、精神、まあ人によるんだけど、人ってその勧誘した人によるんだけどね。攻撃に入ります。先頭バッターは山根、低めにバッターボールか、まあ、最悪負けてもいいんだけど、投げました、ホームラン2本は打っておきたいよね。西谷君がちょっと初回にノックアウトされてんな。攻撃に入ります。この回の先頭バッターは山根、カットボール、第2球投げました。カットボールもね、2とか3とかだったらね、全然影響ないんだけど、やっぱり7になるとね、それなりに切れてくるんで、引っ掛けちゃいますよね。8回の裏、天空攻撃に入ります。この回のトップバッターは山根、今日3打点を挙げています。第2球投げた、2球目ストライク、うまくタイミングが合えば持っていけるんだけど、基本はあんまり手は出さない。ナックルも。バッター追い込まれました。第4球を投げた。打った、これは強烈。やっぱりストレートだね。こいつもわりかしストレートは頻繁に投げてくるんで。俺はね、やっぱりね、アンドロメダ大西がね、一番嫌いですね。球速速くて変化球もいっぱいあるっていう。あいつしかも怪盗持ちだからね。回答持ってたよね、伸び20丸クラスは絶対持ってたはずだから。ちょっと変化球にね、意識を取られるとストレートにね、対応できなくなるんだよね。1位じゃない、2位か、最後スカウトさんと一緒に練習したのに。相良さんは大丈夫でしょ。今野ちゃんなんだよな問題は。今野ちゃんくれるか、80どうだ、40か、まあしょうがないよね。まあエミリーは大丈夫、104 めちゃくれんな、さすが PSR で。レンちゃんも大丈夫と。まあ4の3だからね、やっぱりね、天空はね、井戸端が本当にきつい。で、招き猫を持ってくとね、もう絶対井戸端発生するんで、もう多分井戸端が発生しない確率がね、もう 5% くらいですね。今までやってるけど。
今30人くらい作ってるんですけど、天空で井戸端がね発生しなかったのはね1回だけです。俺これ数えてるんであ9000乗ったこれさ一応最高記録は出ましたね、総計欠点9000も乗ったんで。まあ今野ちゃんはねしょうがなかったけどね。あとはもう適当でいいんで、とりあえずオール A にはしとく。であとは勝負し取っとこう、せっかくだ。風薙くんを入れたんで、切磋琢磨もせっかくだから取っとく。で技術もあるんで、なんか技術使うやつ、高速チャージ、セカンドだからな。セカンドとショートってさ、バントどうなんの、ちょっと俺よくわかんねんねそこらへん野球があんまり詳しくないからさ、そもそも精神がなあれだからな、ちょっとなどうしようかな。一発逆転取っとこう。やっぱ技術余るね、対左取ろう。あとは技術技術、あ広角打法取っとこう。内野安打も取っておくか。あと技術精神、盗塁アシストとか技術精神だよね。よし他なんか半端に余ったね、やっぱりコントロール上げとこう。もうよくわかんないわ別に能力とかね関係ないけどね。ということで、あそっか、最後の今何位ですみたいなやつ一応出しとくランキングはねすぐ入れ替わっちゃうんですけど、総計欠点9000乗ったのは初めてなんで、これをね更新できますね。まあハイスコアがね2万6000っていうちょっと微妙なところではありましたけど、で得意練習4種の 50% があるでしょ、でこれで 40% があるでしょ。だってここなんだよね、特攻キャラのボーナスがね146なんですよ。これがやっぱりちょっと厳しいよね。やっぱねもう一人ね、もう一人、まあみゆちゃんかねエミリーのね、どっちか持ってればねどっちか借りられるんでよかったんですけど、とりあえず3万乗りましたね。もう多分これ更新できないこれ以上はということで、まあ土日祝はちょっとモンハンメインにやりますんで多分これで自分の作者では終わりになると思います。暫定順位が2100なんで3000でね、報酬がまた変わってくるんで、そうだね3000位入れればいいけど、まあまだね土日が控えててこの順位だからちょっと厳しいかな。5000には多分入れると思うので、まあ風薙くんはね、まあちょいちょいなんか復刻した時に、ガチャを引いて解放していければと思います。というところで今回の作者で天空作者でですね動画をこれで終了したいと思います。まあまだね日付は残ってますけど、自分の作者ではこれで終わったんで、あと皆さん頑張ってください。あの風薙くんはね本当におすすめです、本当に強いんで、解放できればね、本当に強いキャラだと思いますので、まあうまくキャラが揃ってる人は上位を狙っていければと思います。応援してます、頑張ってください。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。